ダウンステップは音声学において音節感または単語感で成長が音韻的または音声的に下がる現象を指す。この現象は西アフリカの成長言語のものが最もよく知られているが、ベックマンピーター・ハンバートのように日本語にもダウンステップが見られると主張する研究が存在する。日本語の肯定アクセントも アフリカのダウンステップとそっくりの現象を示す。ダウンステップの逆のアップステップはより珍しい。国際音声記号ではダウンステップの記号として植え付きの下向き矢印を使用するが印刷の都合から植え付きの簡単譜で代用されることもよくある。音声的ダウンステップは音音韻的に同じ成長が連続した時に起きる。例えば、 ガーナで話されている、遠い後で二つの中成長が連続すると、二番目は一番目よりも低い高さになる。このため、ダウンステップは、ダウンドリフトあるいはテラス型成長において、不可欠の役割を果たす。音音韻的ダウンステップは、低い成長が省略されるか、浮遊音調として現れる時に起こり、後続音節の高さを通常よりも低くする。実例は、 マリア・コートジボワールで話されているバンバラ語に見られる。この言語では、定冠詞の役目を、浮遊定音調が果たす。単独の名詞では、高成長を、高調に変える。しかし、二つの高成長の間に現れる場合、後続する成長にダウンステップが発生する。日本語の高低アクセントもこれによく似ている。日本語東京方言の単語の8割は平板調で、 後続する助詞も同じ高さになる。しかし、単語の網羅感、または、助詞との間でピッチを降下させる単語もある。例、最初の単語は、こう、低ピッチを持つが、2番目と3番目の単語はどちらも、低対高ピッチで同音である。しかし、書位、主角の各女子画が後続すると、3つ全てが区別される。ありがとうございます。